ムード歌謡は第二次世界大戦後、特に1952年の連合国の占領軍の撤退以降の日本で独自に発達したポピュラー音楽のスタイル、ジャンルの一つである。講義では歌謡曲に含まれコーラスを主体としたものをムードコーラスと呼ぶことがある。戦後、連合軍占領下の日本で外国人相手に活動していたバンドが解放後に 銀座や赤坂のナイトクラブでムーディなダンス音楽を演奏し始めたことが始まりである。和製ラウンジミュージックの元祖。ハワイアン、ジャズ、ラテンをベースにした歌謡曲であり、いずれもダンサブルな音楽である。もともと、この当時に流行していたハワイアン音楽のバンドや、新中軍相手にジャズを歌っていた歌手が中心となり、スティールギター、ファルセットといったハワイアン音楽の特徴や、 半音進行を織り交ぜたジャズ音楽のテイストは、そのまま、ムード歌謡にも引き継がれた。第一人者と言われる、フランク長谷や和田広史とマヒナスターズ、松尾和子らの人気とともに、ムード歌謡は流行。レコードデビューするバンドや、歌手も増加し、1960年代には、一大ジャンルを形成した。日本語による歌詞は、独特の世界観を持っている。 楽曲の演奏されるステージであった、ナイトクラブや酒場が存在した、歓楽街や繁華街を舞台にしたものが多く生まれ、銀座や赤坂のほか、横浜の伊勢崎町、札幌のすすきのや中の島、大阪の御堂筋や宗江門町、岐阜の柳長瀬、神戸の新海地や福原、長崎の市安京等の、盛り場の地名や、それらを有する札幌、東京、岐阜、大阪、神戸、 長崎島、都市名を冠した楽曲タイトルを持った。これら地名は、ムードを表現する要素となり、特に地方都市を舞台としたものは、後に、ご当地ソングとも呼ばれた。また、歌詞世界の描く、時間帯は主に、夜であり、繁華街のある、港や別れの舞台である、空港をも描いた。男性ボーカルを有するグループが多い反面。 女性の視点から女言葉で書かれた歌詞も多く、女性歌手をゲストに迎えた楽曲も作られた。俳優の石原裕二郎が歌手としても活躍し、ムード歌謡のヒット曲を連発した。1950年代から1960年代には、特に演奏スタイルの定義にこだわらなければ、ムード歌謡こそが歌謡曲の本流だったと言える。森進一、五木博士、 八代ロアといった後の演歌界の大御所もデビュー当時はムード歌謡色が濃かった。大相撲のマ井山王の史郎はそんな女の一人ごとなどのヒットを飛ばしている。1970年代から伝統的な大人の社交場としてのナイトクラブやキャバレーの文化が衰退していく。それに合わせてムード歌謡の描く歌詞世界はどこか非現実的で古臭いものと感じられるようになる。 また、演歌と愛好者層が重なることから演歌と混同されて捉えられることも多くなる。上記の森、五木、八代だけでなく、ジャズに憧れて、プロ入りし、この分野の第一人者でもあった前川清も、ソロ転校後は演歌歌手として扱われるケースが多くなってきた。同時期には、一方で、フォークソングなど、ニューミュージックなどの台頭もあり、 ムード歌謡は徐々に衰退していったが、1970年代後半にカラオケスナックが流行、時代に合わせたスタイルでヒットを飛ばす例もあった。現在のムード歌謡はポップ水色の強い楽曲はシティポップと呼ばれ、旧来のムード歌謡よびポップ演歌やニューアダルトミュージックの一部を指すジャンル用語となっている。ありがとうございます。